キクトリビアいつもより眠くなる雑学ご案内は大橋敏夫です静岡県にはスケベと付けられた地名があった静岡県沼津市の桃里国道一号線を挟んで南北に広がる地域ですがこの桃里という名前が付けられたのは明治時代のことで それまでは別の名前で呼ばれていましたその名はなんとスケベ神殿口にするのがはばかられそうな名前ですなぜこのような名前がつけられていたのかというとこの地を開拓した人物が鈴木スケベという人物だったからで彼が開発した新しい田んぼということでスケベ神殿という名前になりましたしかし1908年明治41年に このスケベという地名は風紀上好ましくないと指摘を受けたために変えざるを得なくなりこの辺りが桃の産地としても有名であったことから桃里という名前になったそうですただスケベという響きは悪いものの地元の人にとってはスケベイさんはこの地の開拓者で尊敬に値する人物ということで町内の神社に彼の功績を称える石碑が建てられています 大きな古時計の歌には悲しすぎる続編がある2003年に平井堅がカバーしたことでも有名な曲大きな古時計小学校などの合唱で歌った人も多いのではないでしょうかこの曲は1876年アメリカの作曲家ヘンリー・クレイワークにより発表されたものですがその2年後に彼が続編にあたる曲を発表しています しかしこの曲あまりにも悲しい内容であるため聴いた人に衝撃を与えかねないほどのものでしたその内容というのは前作で動かなくなったおじいさんが大事にしていた時計がガラクタとしてバラバラに解体され業者に売り払われていくというもので解体されていく様子業者の無神経な発言などが詳細に歌詞に描かれていますまた 古時計の代わりに新しく家に届いた小型の掛け時計に対する孫の憎しみ、それと同時に、時の流れに逆らえないと感じた孫の絶望感も綴られていて、聞けば聞くほど、陰隠滅滅とした気分になってしまいます。前作の世界観が好きで、これ以上悲しい曲は聴きたくないと思っている人にとっては、この曲は聴かない方がいいでしょう。 ガチンコという言葉の由来は相撲の用語真剣勝負のことをガチンコと言いますこれはもともと相撲から生まれた用語というのはご存知でしょうか相撲の対戦で力士同士がぶつかり合うときにガチッという衝撃音が出るということで生まれた言葉だそうですそれほど真剣にぶつかって戦うというところから正面を切って本気で対決すること 真剣勝負のことを指すようになりましたちなみにこれらの相撲から誕生した言葉はプロレスの業界でよく使われてもいますこれはプロレスの父と呼ばれる力道山が元々大相撲出身であり彼が相撲業界でのしきたりの多くをプロレスに持ち込んだからですプロレスの神の影響力はなくなって60年以上経った現在でも強いようです 日本の夏の天気図と冬の天気図は少し違う天気予報で見られる天気図夏に出されるものと冬に出されるものをじっくり見比べたことがあるでしょうか実はそれぞれの天気図にはある大きな違いがあります夏用の天気図は太平洋側を広くとっているのに対し冬用の天気図は北側を広くとっているというものです なぜ違いがあるかというと、夏用のものは、南から発生する太平洋の高気圧や台風をできるだけ掲載し、一方、冬用のものは、中国やシベリア大陸から張り出す高気圧の影響が強いため、それをわかりやすく掲載するためです。また、冬用天気図の天気記号の判例では、雪のマークの紹介がありますが、夏用天気図では雪のマークがなくなり、代わりに、 雷のマークが紹介されています。これらの天気図、5月1日に冬用から夏用、11月1日に夏用から冬用へと変わります。その日あたりの新聞をしっかり見ていると、違いに気づくと思うので、機会があればチェックしてみてください。タイのお坊さんは、飛行機に優先的に乗せてもらえる。 東南アジアジの仏教国タイのある航空会社ではそんなお坊さんに対して特別なサービスを行っていますそれはお坊さんが飛行機に乗る時に座席を優先的に取ることができるというものですタイのお坊さんは女性に触れてはいけないという戒律があり 女性の隣の席に座ることも禁じられていますそのため、優先で席が決まるようになっていますまた、機内食もお坊さんに対しては特別扱いで精進料理を食べる時間も一般のお客さんとは違う形で出してもらえるそうですただし、午後に食事をすることは戒律で禁止されているため他のお客さんが食べている間に何も食べられないということもあるそうですそして。 これらのようなサービスを航空会社がスムーズに行えるように、専用のマニュアルもあるとのこと。それだけ、タイの人にとって、お坊さんという存在は大切なものであるということでしょう。キウイフルーツはニュージーランドではなく、中国原産。キウイフルーツといえば、 ニュージーランドで誕生したフルーツと思っている人も多いのではないでしょうか実はキウイフルーツの原産地は中国です1904年に中国を訪れたニュージーランドの人が国に持ち帰り栽培して有名になったというわけですニュージーランドで栽培が始まった当初はキウイフルーツという名前ではなくチャイニーズグースベリーと呼ばれていましたしかし のちのちに海外に移出するにあたりニュージーランドで栽培されたことをアピールするため名前にチャイニーズとついているのは違うのではないかということで同国のシンボルである鳥のキーウィにちなんで名付けられたそうですちなみにキーウィフルーツが日本に輸入されたのは1970年代と、まあ、意外に最近のことですその後日本でも栽培が始まりスーパーに並ぶようになりました現在では 愛媛や福岡、和歌山などが産地として知られています。面白いの対義語に。おもくろいという言葉がある。何かに対して興味があったり、笑えたりすることを。面白い。と表現しますが。それとは逆に。おもくろい。なんて言葉が。存在するんじゃないかと思った人も。いるのではないでしょうか。実は。 この「重黒い」という言葉実際に存在しましまた。おも黒いといとう言葉が誕生したのは江戸時代のこと当時はすでに「面白い」という表現はありましたしかしそれじゃあつまらないという江戸の人の遊び心から「面白い」の白をもじって黒を使った「重黒い」という言葉を使うようになり一般にも浸透していったそうですこの「面黒い」実は 正反対の二つの意味で使われていたそうです一つは面白いと同じ笑えたりするという意味です面白いの洒落た言い方としてよく使われていましたもう一つは面白いと反対のつまらないという意味ですこれは主に俳句や線流の世界でよく用いられた表現で単純に白の反対は黒であるから意味も反対であるという考えで使われていたそうです しかし使われていたのは一時的だったようですぐに廃れていきました「おもっ黒い」という言葉は今で言う流行語のようなものだったというわけです文字にすると500文字以上のタイトルの歌がある2010年にビジュアル系バンド REM が発表した曲のタイトルに驚くべきものがあります。それは 背景、大好きな君へ。誰かに手紙というもののを書くのは初めてです。最初で最後の手紙を書きます。君は覚えていないだろうけど、初めて会った時のこと、涙を見せながら必死に笑顔を作る君は、どこか寂しくて、きれいで、僕が生きてきたこの世界のものとは思えないほど繊細でした。それは暖かい日差しのような、優しい春風のような、 雨上がりにかかる虹のようで、僕の生きる真っ暗な世界にぬくもりと色をくれた君に触れた時僕は初めて生きていることを感じることができただけどいつしか僕らは大人になり君との日々はいつからか日常になった押し殺したはずの真っ黒な渦が世界を飲み込んでいく苦しくて苦しくて痛くてつらくて 君との思い出が、君との日々が色を失っていくのがただ怖かった。だから僕は僕を終わらせる。ぬくもりが冷めないうちに、色を失わないうちに。君はきっと勝手だと僕を罵るだろう。でも誰かのために生きるなんてきれいごと、僕には似合わない。僕が色を失わないうちに、ぬくもりを抱いて生きたい。生きたい君と、 生きたい僕幸せの守り方は一つじゃない考え方が違うだけ大好きな君へ君を守れなくてごめん僕に光をくれてありがとう先立つ僕を許して警護という全部で517文字からなるもので日本で発表されている曲の中で最も長いタイトルだそうですただこの曲ライブ会場限定で配布された音源であり レムも解散しているため、現在聞くことは難しいようです。人間は両方の鼻の穴で同時に呼吸することはできない。皆さんは意識して鼻で呼吸をしたことはありますかその時両方の鼻の穴から同時に息を吸ったり出したりすることはできているでしょうか実は、人間の体の仕組みで、 両方を同時に呼吸することはできなくなっています人間の鼻の穴は2時間から3時間の周期で左右の穴を交互に閉じたり開いたりして呼吸をしていますこの仕組みはネーザルサイクルと呼ばれ生理的な現象とされていますなぜこのような仕組みになっているか完全には分かっていませんがおそらく右の穴は左の脳と左の穴は右の脳とつながっていて 片方の穴が呼吸することで、片方の脳が働いている間に、もう片方の脳を休ませているのではないかと考えられています。鼻で呼吸しているときに、もう片方の鼻が詰まっていると感じている人がいたら、それは正常なことなので気にする必要はありません。しかし、どれだけ時間が経っても、もう片方の穴で呼吸ができない場合は、耳鼻科で検査してもらってください。 日本で初めて夏みかんの皮を使ってマーマレードを作ったのは福沢諭吉天は人の上に人を作らずの言葉でおなじみの明治の思想家福沢諭吉彼の業績は慶應義塾大学を開くといった教育だけにとどまらず生活に関わるさまざまなことも残しているようでその一つに日本で初めて夏みかんのマーマレードを作ったというものがあります。 1893年明治26年福沢諭吉は現在の山口県に位置する萩藩の知り合いから名産品である夏みかんが送られてきたそうです。その夏みかんをおいしく食べた諭吉でしたが残った皮を何か有効利用できないかと考えていたところ当時西洋から輸入されていたオレンジのマーマレードを見てそれを参考に夏みかんのマーマレードを自作しました。後に諭吉は、 この製造方法や味の感想などを、彼の親友である萩出身の医師、松岡裕樹に宛てた手紙に書いています。当時、このマーマレードはマルマレットと呼ばれていたそうで、現在、萩市のあるお店では、その福沢諭吉が作ったマルマレットを参考に、夏みかんとグラニュー糖だけで作った、萩マルマレットなる商品を販売しているそうです。もし、萩市に訪れることがあれば、 購入してみてはいかがでしょうか緑茶紅茶、茶ウーロン茶の原料はすべて同じ茶葉日本のお茶である緑茶中国のお茶であるウーロン茶そして世界中で作られている紅茶これらは全く別の茶葉と思っている人も多いことでしょう。実ははこれら3種ののお茶の原料は すべて同じものです。また、プーアル茶も同様に同じ葉っぱから作られています。これらのお茶の原料は、すべてカメリアシネンシス、茶の木と呼ばれる木の新芽を摘んで加工したものです。では、なぜこれらが違う味のお茶になるかというと、発酵のやり方や度合いを変えているからです。積み立ての茶葉は、鮮やかな緑色をしています。 これを発酵させていくと、どんどん赤みを帯びていって、味や香りが変化していきます。緑茶は摘み取ったばかりのまだ緑色の茶葉を使い、紅茶は摘んだ茶葉を発酵させ切ったものを使います。ウーロン茶は、ある程度育って大きくなった茶葉を紅茶のように発酵させ切らず、途中で止め、プーアル茶は茶葉を摘んだらすぐに熱した後に発酵させるという作業を行います。 また、それぞれのお茶でも茶葉を蒸す長さなどによって、味わいや香りが変わるため、茶葉一つで無限の味を楽しむことができます。お茶の世界は我々が思っている以上に、奥深いものがあるのです。カブトムシはスイカを食べるとお腹を壊すカブトムシを飼うにあたり、餌の定番としてスイカを想像する人も多いかもしれません。 しかし実はスイカをあげることはカブトムシを弱らせる原因になるというのはご存知でしょうかというのもスイカはカブトムシにとって水分が多すぎるため食べると下痢を引き起こしてしまいますまたカブトムシに必要な栄養分もほとんど含まれないためただ水分として体外へ排出されるということでカブトムシを弱らせる原因になりますまたカブトムシが下痢になることで 飼育ケースが不衛生になってしまいまいすカブトムシを快適な環境に育てるためにもスイカを餌として与えることはやめるべきですではどのような餌が良いかというと専門店などで売られている昆虫ゼリーですこれらはカブトムシが健康に成長するために研究が重ねられ開発されたものであり安心して与えることができます。それ以外だととバナナやリンゴといった 水分があまり多くなく、栄養価が高い果物がいいでしょう。ただし、腐りやすいので、その点は注意が必要です。食欲の秋には、実際人間の食欲は増える。秋という言葉を聞いて、皆さんはどんな言葉を思い浮かべるでしょうか。スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋とさまざまな秋がありますが、特に、 食欲の秋が何よりという人が多いのではないでしょうかこのイメージが強いせいか秋になるとおいしいものを食べたくなる欲求が高まりがちですしかし秋に食欲が増すのにはちゃんとした科学的理由があります脳の中には精神の安定性を保つ作用があるセロトニンという物質がありこれが食欲の調整にも深く関わっていますこのセロトニン。 日光にあたる時間によって分泌量が変わっていきます。昼が長い夏にはセロトニンが多く分泌されますが、秋になって日照時間が短くなるにつれて分泌量は減少していきます。そうなると、人間は分泌量を増やそうと、無意識にたくさん食べたり眠ったりして、精神の安定を保とうとするそうです。秋になって人間の食欲が増すことになるのは、そういう理由からです。 ただこの欲望に任せてたくさん食べてしまうと健康にはよくありません適度に外に出かけるなどで日光を多く浴びるようにして食欲を抑えた方がいいでしょう茶碗蒸しに舞茸を入れるる。と、固まらなくなくお寿司屋さんや日本料理店でよく出される茶碗蒸しプルプルとした食感と 中の具とのハーモニーが口の中を楽しませてくれます。そんな茶碗蒸しの具ですが、舞茸が入った茶碗蒸しを見たことがある人はいないでしょう。それもそのはず。舞茸を入れると、茶碗蒸しは作れなくなってしまうのです。というのも、茶碗蒸しは卵のタンパク質をゆっくり加熱することで固まって作られます。ところが、生の舞茸を中に入れると、卵のタンパク質が 固まらなくなってしまいます。これは、舞茸に含まれるタンパク質の分解酵素が、卵が固まろうとするのを邪魔するからです。他のキノコにもこのような分解酵素が含まれているものの、舞茸に含まれているものは、キノコの中でも群を抜くレベルの強さであるため、生の舞茸を入れるのは避けられています。また、この分解酵素、熱を加えれば壊れてしまうものの、 茶碗蒸しは低い温度でゆっくり加熱して作るため、なかなか壊れることもありません。これも大きな理由の一つです。残念ながら、マイタケの茶碗蒸しを食べることは難しいようです。スキージャンプは、最初、腕を回しながら飛んでいた。冬季オリンピックの花形競技スキージャンプ。現在その 跳躍時の姿勢はスキー板を V の字に開き、体を前に傾けて腕を少しだけ開くような形をとっています。しかしこのフォームにたどり着くまで、過去のジャンパーたちは相当な試行錯誤を繰り返してきたようです。1924年に開催された第1回シャモニーモンブラン冬季オリンピックの男子ジャンプ金メダリストは、腰だけを曲げて前に傾け、 両腕を空中でぐるぐる回しながら飛んでいました。当時のスキージャンプ界では、両腕を1回振り回すごとに、飛距離が1メートルほど伸びると信じられていたため、多くの選手がこのスタイルを取っていたそうです。他にも、1960年のスコーバレー東京オリンピックでは、旧東ドイツの選手がまるで水泳の飛び込みのように、頭の横に腕を固定する形でジャンプし、金メダルを獲得しています。 しかし研究していた結果現在のようなスタイルでのジャンプが最も距離を稼げるということが分かりほとんどの選手が採用するようになりましたこれが1990年代頃のことと、まあ、随分と最近の話です LINE は東日本大震災がきっかけで誕生した。 現在では、家族や友人とのコミュニケーションツールとして欠かせない LINE、その誕生のきっかけは、2011年に起こった東日本大震災でした。震災直後、被災地のインフラはほぼ壊滅状態で、電話はもちろん、メールも繋がらないと通信手段も大打撃を受けました。そのため、多くの人が家族や恋人、友人と連絡が取れず、生きているかどうか心配な日々を過ごしていました。 それを知った韓国の企業、NHN の創業者が緊急時のホットラインとして使える電話回線に影響されないメッセージアプリを作ろうと考え震災からわずか3ヶ月後の2011年6月に LINE を誕生させました。当時は急ピッチで開発し早くリリースすることを優先させていたため通話やスタンプなどの機能はまだなく文字を送るだけのシンプルなものでしたが 相手がメッセージを読読んででででいいるるか確認きの機能は、すす。に搭載してたそうこの既読が通知されることで相手がメッセージを読んでいるすなわち相手が生存しているということを確認できるということからこの機能は最優先で搭載させたそうです。現在は友達同士がつながるツールとして使われている LINE ですがもともとは人助けの目的として作られたものだったわけです。 楊貴妃のお墓が日本にある7世紀に誕生した中国の王朝唐の皇帝玄宗が愛したことで知られる女性楊貴妃そんな彼女のお墓が日本にあると聞くと驚かれるのではないでしょうか山口県長門市には奈良時代の756年に美しい女性が船で流れ着いたという伝説が残されていて この女性が実は陽気比だと言われています安禄山の反乱により処刑されそうになった陽気妃が命からがら逃げ延びてたどり着いたそうで地元の人が手厚く看病したもののすぐに亡くなってしまい二尊院というお寺に彼女のお墓を建てて葬ったそうですこの二尊院にはその言い伝えが書かれた古文書が残されていて昔からその伝説が語り継がれていることがわかります 現在もニソインの境内には彼女のお墓が置かれていますここにお参りすると願い事が叶うということで多くの人が参拝に訪れてきます宇宙に地球そっくりな星がある一説によると宇宙にはおよそ1000兆個以上の星があると言われていますそれだけの数があるため 我々の想像を超えるような星も存在しますそんな中2020年に NASA アメリカ航空宇宙局が太陽系の外に地球とほぼ同じ大きさでかつ環境も地球に近い星を発見したことで話題になりましたその星の名前はケプラー 1649C といい大きさは地球の1.06倍気候も地球に近いため 水が液体のまま存在できるらしく今まで観測された星の中で最も地球に近いものと考えられていますただ大気の存在はまだ確認されていないらしくもし大気があることがわかれば地球外生命体が生息する可能性もあり得ますただこの星があるのは地球から300光年ほど離れたところだそうです1光年がおよそ9兆5000億キロであり その300倍という途方もない距離にあるため我々が生きている間には絶対に行くことができないでしょう銚子電鉄は米花製造業という業種に分類されている千葉県銚子市を走るローカル鉄道銚子鉄道創業100周年を迎え何度もあった経営危機も乗り越え 現在は、2期連続の黒字決算になるほどの順風満帆な経営を続けています。しかし、帝国データバンクによると、この長子鉄道の業種分類は、鉄道ではなく、米価製造業となっています。というのも、1995年に発売され、長子鉄道の V 字回復の立役者となった長子鉄道の濡れせんべいが好評で、鉄道事業では、 1.2億円もの経営損失を出しているにもかかわらず、それを濡れせんべいをはじめとするお菓子の製造販売業がカバーしている状態だからです。もはや、調子鉄道は鉄道業務だけでは立て直しは不可能で、本業をお菓子にシフトした方が会社も健全になるという状態ではありますが、まあ、そこは鉄道会社のプライドがあるのか、現在でも1日30便以上の運行を行っています。 もしかしたらそこまで鉄道事業にこだわり続けることに対して多くの銚子鉄道ファンが何とかしてあげたいという気持ちのもとぬれせんべいなどを買い続けて支えているのかもしれませんこれからもこのスタイルのまま営業を続けてほしいものです新幹線の3列シートの真ん中の B 席は少し広い。 新幹線の普通車両で三列席の真ん中である B 席に座ることになったときは、何かちょっと損した気分になりませんか窓からの景色も楽しめず、トイレに行く場合も通路側の席の人に気を使わないといけません。また、両側に挟まれていることで、窮屈にも感じてしまいます。指定席の場合は、これで他の席と同じ料金を払っていると思うと、何かやりきれないものがあります。しかし、JR はその点を、 ちゃんと考えてくれているようで B 席は他の席より広く作られています窓側の A 席、通路側の C 席のシート幅は44センチですが B 席は46センチと2センチ広くなっています2センチだけと思われるかもしれませんが少しばかり窮屈さは解消されますちなみに2列席の D 席、E 席の幅も44センチです また、テーブルも座席幅に合わせて広く作られています。これだとお弁当を食べたりするときに、ちょっと余裕を持つことができます。位置的に嫌がられやすい B 席ですが、こう聞くと案外、いい席なのかもしれません。もし指定席の選択で B 席しか取れなくても、そんなにがっかりする必要はないでしょう。剣の花、剣の鳥と同じように。 県の音がある日本の四十七都道府県すべてにはシンボルとなる都道府県の花や都道府県の鳥といったものが決められています。例えば、東京都だと、都の花はソメイヨシノ、都の鳥はユリカモメです。実はそれと同じように、それぞれの都道府県をイメージした都道府県の音というものがあるのはご存知でしょうか。これは 国などが決めたというものではなく、ある音響メーカーがそれぞれの都道府県をイメージする音は何かを募集して定めたもので、例えば、北海道では札幌の時計台の音、東京都は上野動物園のジャイアントパンダの鳴き声、京都府は舞妓さんの履物、ポックリの足音などが選ばれています。変わったところだと、兵庫県の甲子園球場でのボールを打つ音、愛知県のパチンコの音、 秋田県の林業の人が扱うチェーンソーの音といったものもあります。それぞれの都道府県の個性が出ていて非常に面白いものとなっています。自分の住んでいる県の音はどのようなものか、検索して調べてみてはいかがでしょうか。アスカ時代に日本にパンダが来ていたのかもという資料がある。 おなじみのジャイアントパンダ、日本に初めてやってきたのは1972年で、上野動物園で飼育されていたランランとカンカンということはよく知られていますが、実は今から1300年ほど前のアスカ時代に、すでに中国から日本へパンダが送られていたという説があります。これは日本書紀に書かれているエピソードで、7世紀ごろ、当時の中国の女帝であった側天武甲が生きたヒグマ2頭と、 ヒグマの毛皮70枚を朝廷に献上したそうです。当時、中国ではパンダのことをヒグマと表記していました。そのため、このヒグマがジャイアントパンダにあたるのではないかと言われています。ただし、この話はあくまで日本書紀に書かれているだけであって、歴史的に証明されているわけではありません。当時、トナカイなどのこともヒグマと表記されていたり、 普通に熊の一種であるヒグマも同様に表記されているため、これらの動物が献上されただけなのかもしれません。ただ、当時本当にジャイアントパンダが送られていたのであれば、歴史がひっくり返る大ニュースとなります。ハッピーバースデーの歌には著作権がある。誕生日に必ずと言っていいほど歌われているハッピーバースデートゥーユーですが、 テレビドラマや映画などでこの曲が流れているのはあまり見かけないと思われますというのもこの歌にはまだ著作権が存在し使用料を払う必要があるからですもともとこの曲はアメリカのヒル姉妹が作詞作曲した Good Morning To All という歌が原曲の替え歌でこの曲自体は著作権登録がされていないため誰もが自由に歌うことができますが Happy Birthday To You は 1935年に別の人物により正式に著作権登録がされていますそしてその著作権は現在映画制作でおなじみのワーナー社が所持していますワーナー社は他の企業がこの歌を映画などで使用する場合高額な使用料を請求していてその料金だけで1年あたり数億円稼いでいるとのことあまりテレビや映画でハッピーバースデートゥーユーが聞かれないのはそんな高額な使用料を 払いいたたくないためのようです。もし誰かの誕生日で歌ったとしてもビデオで撮影してネットにアップするのは避けた方がいいでしょう予期せぬ高額な使用料を請求される恐れがありますオリンピックを「五輪」と呼ぶようになったのは新聞で書きやすいたオリンピックのことをよく「五輪」ということがあります。このの五輪という呼び方を提唱したのは、 読売新聞の記者の経験もあるスポーツ評論家河本信正ですこの五輪という名称明治時代に作られた訳語のように思われるかもしれませんが実は新聞社の事情により誕生したものでしたというのも新聞はスペースに限りがあるため掲載できる文字数も限定されますオリンピックと表記しているとその度に6文字分が裂かれることになりますそこで五輪であれば 二文字で済ませることができるということから1936年、昭和11年当時読売新聞の記者であった川本が使用することを提唱しましたちなみにこの五輪オリンピックを象徴する旗のマークから来たものではありますがもともとはかの剣豪宮本武蔵が残した著書五輪の書が直接的なヒントになったそうですちなみに川本自身は五輪という言葉はあまり使わなかったとのこと 言葉をやたらに略するのは、言葉を大事にしていないと、自身のポリシーに反するからだそうです。大阪の坂の字が、現在の字になったのは、縁起が悪かったから。西の大都市大阪。江戸時代、この坂という字は、上り坂、下り坂といったときに使われる坂が使われていました。しかし、現在使われているのは、 小里辺の坂という字ですなぜこのような一目では読み方が分かりにくい字へと変わったのでしょうか土辺の坂」の大坂と表記されていたのは江戸時代以前のことでした実際に大阪の地形は東が高く西が低い坂が多いものでしたそのことから土辺の坂という字が使われていましたしかし幕末の頃に活躍した浜松歌国という狂言の作家が「 土辺の坂は分解すると土に還るとなるこれは人が亡くなることを意味し非常に縁起が悪い代わりに小里辺の坂という字を使うべきだと提唱しましたそのことからか元号が明治に変わる直前に大阪府が初めて設置されましたがその字には小里辺の坂が使われるようになったそうですただしばらくは小里辺の坂と土辺の坂の字が 併用される時期は続き、最終的に現在の大阪の表記に統一されたのは明治二十年頃だったそうです。全く同じデザインの国旗を使っている二つの国がある。日本は日の丸、アメリカは星条旗、イギリスはユニオンジャックと。世界の国旗はその国を象徴し、イメージしやすいものとなっています。 しかし中には似たデザインのものも多くなかなか国と国旗のイメージがつながりにくいところもありますその最たるものがインドネシアとモナコの国旗でこれら2つの国の国旗は上半分が赤下半分が白と全く同じデザインのものが使われています厳密には縦と横の長さの比率がインドネシアが2対3モナコが4対5となるため 全く同じとといいううわけけでででははありませんがたたえ見見慣れた人でも見分けるのは難しいでしょう国旗として制定されたのはモナコが1881年インドネシアが1945年とモナコの方が早くモナコがインドネシアに対してデザインを変更するように抗議したことがあったそうですがこの旗の原型となるものは1293年に誕生したということでその抗議を突っぱねています。ちなみに ポーランドの国旗は上半分が白、下半分が赤という逆のデザインで、これもまた紛らわしいものになっています。オリンピックなどのイベントで、これらの旗を掲揚するとき、取り違いが起こりそうで怖いですね。江戸時代、黒猫を飼うブームがあった。黒猫が横切ると不吉なことが起こると、まあ、黒猫はこれまで、 縁起が悪い生き物の象徴として考えられていましたこれは欧米で黒猫は魔女の使いであるという迷信が日本にも広まったからだと考えられていますしかし明治時代以前の日本では黒猫は非常に縁起がいい生き物と考えられていましたそのため多くの人が黒猫を飼っていたそうです当時の日本人は黒猫は暗闇の中でも目が見えるという理由で 魔除けや幸運、商売繁盛の象徴とされていました。また、江戸時代に入ると、黒猫は恋煩いに効果がある。近くにいると結核が治るという迷信も広がり、庶民はこぞって黒猫を飼うようになりました。しかし、明治に入り、西洋文化が導入されることにより、黒猫は縁起が悪いという迷信も聞かれるようになったことから、黒猫ブームは終わってしまいました。 ただしそこまで黒猫が不吉であると考えている日本人は多くなかったようで明治の文豪夏目漱石の小説「我が輩は猫である」のモデルとなった猫も黒猫だったそうです漱石はこの作品により作家デビューしたことから「服を呼ぶ猫」ということでこの黒猫を可愛がったというエピソードもあります。生パイナップルを使ったゼリーは、 作ることができない家でフルーツを入れたゼリーを作ったことがある人はいるでしょうかリンゴやみかん、ぶどうなどさまざまなフルーツを入れて手作りしたカラフルなゼリーは美味しさも格別でしょうしかし中にはパイナップルのゼリーを作ろうとして失敗した人もいるのではないでしょうか実は生のパイナップルを使ったゼリーは作ることができないのです ゼリーがなぜ固まるかというとゼリーに使われるゼラチンの効力によるものでゼラチンの原料であるタンパク質コラーゲンが冷やされることで固まりますところがこのタンパク質を溶かす成分が生のパイナップルに含まれていますそれがブロメラインという物質でよく酢豚にパイナップルを入れると豚肉が柔らかくなるといいますがこれはこのブロメラインが豚肉のタンパク質を溶かすからです 豚肉と同様に、ゼラチンのタンパク質もブロメラインの作用により溶かしてしまうため、ゼリーが固まらないというわけです。ただ、このブロメラインは熱に弱いため、一度パイナップルを熱湯につけてしまえば、ゼリーを作ることができます。また、缶詰のパイナップルも一度熱処理されているため、問題なく使うことができます。深海には、 鉄に覆われた体を持つ生物がいる。インド洋の中央付近の深海で2001年、奇妙な生物が発見されたことで話題となりました。その名は、鱗船玉貝という巻貝の一種で、巻貝であるにもかかわらず、鱗があり、その鱗はなんと、鉄でできているというものです。なぜこのような鉄の鱗を身につけているのか、多くの生物学者が研究を重ね、 バクテリアによって鉄が生成されたのではないかなど様々な推測がされましたが最終的にこの生物が生息しているあたりに熱い水が噴き出す場所がありそこで発生している硫化鉄が鱗を覆うことで鉄の鱗が出来上がったということが分かりました箱根大枠谷名物の黒卵と同じメカニズムですそんな鱗を持つことでカニや他の巻貝といった 肉食生物などの攻撃から身を守ることができるというメリットがあり、深海で生息するには非常に適した体質となっています。ただ、このウロコ船玉貝、住処である熱水が噴き出す場所は海底資源が産出できるということから人間により荒らされ、現在は絶滅危惧種に指定されるまで数が減ってきているそうです。今後このような貴重な生物をいかに守るかが 我々人類にとって大きな課題なのかもしれません。よくお父さんやお母さんが赤ちゃんに対して可愛さのあまり口にキスをすることがありますが実はこの行為注意していなければ大変危険なこともあると聞くといかがでしょうか。というのもキスで虫歯がうつるケースがあるからです。 生まれたての赤ちゃんの口の中には、虫歯菌は存在していません。キスをすることで、大人の唾液が赤ちゃんの口の中に入ってしまい、それまで存在しなかった菌が付着して、虫歯の原因となってしまうというわけです。他にも、同じ食器で食べ回したり、同じコップで回し飲みするのも、唾液が移ってしまい危険です。ただ、危険だと思うままあり、過度に心配してしまうのは、 生活の質を下げてしまうことになります。家族である限り、同じ食器を使うことは普通にあり得ることです。それよりは、赤ちゃんにキスしたり、同じ食器を使ったりした後は、しっかり歯磨きをしたり、こまめに水分補給をするといったアフターケアをすることの方が大事です。可愛らしい赤ちゃんの歯を虫歯にしないためにも、大人がしっかり注意してあげましょう。 食品メーカーミツカンの英語表記が変なのは見た目を考えてのこと味ポンなどの商品でおなじみの食品メーカーミツカンその社名はアルファベットで「MIZKAN」I z K A N、と表記されていますしかし普通に書いたら「MITSUKAN」I T S U K A N、となるはずですなぜ「つ」の部分が「Z」で書かれているのでしょうかこれはつを TSU と書いてしまうと会社のロゴが少し横長になってしまい見た目が悪くなってしまうからでまた「Z」という目を引きやすい文字をほぼ真ん中に置くことでロゴマークの印象が変わり特に外国人に覚えてもらいやすい効果があるからという理由もあるようです。ちなみにこのミツカンの会社のロゴよくよく見ると「MI」の部分と「ZKAN」の部分の文字のフォントが違います。 これは、「MI」の部分に「未来のみ」「魅力のみ」「味覚のみ」などといった意味を持たせるために変えたとのこといつも見慣れているミツカンのロゴですがこう聞くと深い意味が込められていることがわかりますケンタッキーフライドチキンはキャベツ専用のカレンダーを作っている。 ケンタッキーフライドチキンのサイドメニューとして人気の商品にコールスローがあります。みじん切りにしたキャベツや人参を玉ねぎ風味のドレッシングに漬け込んだサラダで、1970年の日本での創業当時からあるロングセラーの定番メニューです。そんなコールスローをお客さんに美味しく食べてもらうために、ケンタッキーフライドチキンでは独自のキャベツ用のカレンダーを製作しています。これは、 キャベツが収穫される時期によって味わいが変わるからで、春に収穫される春キャベツはみずみずしく柔らかで、冬に収穫される冬キャベツは濃縮された旨味があります。しかし、コールスローの味は春と冬で変えるわけにはいきません。年間で味を均一化するために、さまざまな工夫が行われています。キャベツ用のカレンダーはその一環で、仕入れ担当者はカレンダーを見て、 さまざまな産地ごとのキャベツの状態を見極めて選定し、季節に合わせて一番美味しいキャベツを仕入れています。ちなみにこのコールスロー開発には3年間もかかったそうです。コールスローの味が1年を通して美味しいのは、これらのような工夫や努力を重ねた結果というわけです。フェルメールの真珠の耳飾りの少女は。 17世紀のオランダの画家フェルメール彼の代表作として有名な作品に「真珠の耳飾りの少女」またの名を現在では多くの人が知る名画ですが実はその昔かなりの安い価格で販売されたことがあります。18世紀ごろフェルメールは画家としての価値が低迷しており 彼の作品に対して興味を持つ人はほとんどいませんでしたそのため真珠の耳飾りの少女は誰もが買うことを躊躇し投げ売り状態になり1881年にハーグで行われたオークションで握るだ30セント日本円で1万円ほどというとんでもない安値で落札されたことがありますこの作品は当時ひどく汚されていたため正当な評価を受けていなかったということも この落札額の理由だったのかもしれません。しかし、再びフェルメールが評価されるようになり、真珠の耳飾りの少女も修復を受け、汚れも取れたことで、現在では日本円で100億円以上の価値があると言われています。男性用のレース生地の下着がある。 レース素材といえば、透けていて向こう側が見えるという特徴があり、レース素材の服や下着はどちらかというと、女性のものが多いでしょう。しかし、下着メーカーのワコールは、男性向けのレース素材のボクサーパンツを発売し話題となりました。さすがに肝心な部分は隠れているものの、他の部分は透けていて、肌の部分は見えています。ただ、レース素材特有の通気性があり、群れが軽減されて、 長時間身につけていても、嫌な感じがしないそうです。そして、伸縮性にも優れ、締め付け感も特に感じられないとのこと。レース素材は女性のものという固定観念を覆し、新しい男性下着のスタイルを提唱した今回のパンツ。これをきっかけに、レースにはまる男性も増えていくのではないでしょうか。ちなみに、このボクサーパンツのラインナップには、 花柄をっったものもの加わっているそうです。今後我々の想像を超えた新しい下着がどんどん登場していくかもしれませんねアスパラガスを食べるとおしっこが臭くなる人がいるアスパラガスを食べた後にトイレに行くとおしっこの匂いが普段と違ってどこか臭く感じるという違和感を持つ人もいるのではないでしょうか これは、アスパラガスが体内で代謝することで発生するメタンチオールという物質が原因で起こる現象で、このメタンチオールがおしっこと一緒に体の外に排出され、その時に悪臭を発生させるというわけです。ただし、この匂い、全員が全員嗅ぎ分けることができないらしく、ある会社の調査によると、日本人の三人に二人が匂いを感じないとのこと。これは遺伝子に関連していて、 突然変異で異常が起こったことで、嗅覚に何らかの障害が発生し、メタンチオールの匂いを感じなくなったと考えられています。遺伝子の異常と聞くと、何か悪いことが起こったように感じるかもしれませんが、ただ、臭い匂いを感じずに済むだけだと考えると、あまり怖くはありませんね。イギリスの情報機関が、ママさんスパイを募集したことがある。 映画シリーズにも登場するイギリスの情報機関 MI6 正式には SIS イギリス情情報報局秘密情報部という名称ですがこの SIS が2015年育児情報サイトにある広告を掲載したことで話題となりましたその広告とはママさんスパイを募集するもので想像力洞察力好奇心共感や直感力を重要視するといった要件や イギリス国籍で人生の経験が豊富かつ分別ある人材を求む海外勤務の可能性もありといった応募条件が明記されていましたなぜ SIS がこのような広告を出したかというとイギリスのスパイ業界は圧倒的に男性がが多いことが挙げられますそのためイギリス議会が女性の増員を求める声がありその声に応えたという形のようです。また女性だと ハニートラップに引っかかかる可能性が少ないといとう利点もも考慮されたのかもし,れませんしかしその広告を見たママさんたちは子育てに追われているのにそんな仕事はできないといった批判的な意見が多くあったそうです母親とスパイの両立はなかなか難しいようですね吉田茂は飼っていた犬に アメリカの都市の名前をつけていた戦後の日本を復興させた立役者の一人であるかつての総理大臣吉田茂彼は愛犬家としての一面も知られワンマン最少ならぬワンワン最少というニックネームもつけられていました多い時には10匹以上の愛犬を飼っていたこともあったそうですそんな彼が飼っていた犬の中には変わった名前がけられたものがいます 1951年サンフランシスコ講和条約の日本側の首席全権としてアメリカを訪れた吉田茂は条約調印後その記念として現地でケアアンテリアという品種の犬をオスメスメ2匹購入ししして帰国しました。そして吉田はその2匹の犬にサンとフランその2匹の間に生まれた最初の子犬にシスコという名前を付けました3匹合わせてサンフランシスコというわけです。 そんな吉田が飼っていた多くの犬のうち4匹のお墓は、神奈川県立大磯城山公園の旧吉田茂邸地区内で見ることができます。このお墓のうちの一つは、サンフランシスコからつけたうちの1匹三のものです。もし大磯を訪れることがあれば、お墓参りしてあげてはいかがでしょうか。アメリカ・ミズーリ州のニックネームは、 証拠を見せろの州アメリカにある50の州にはそれぞれニックネームが付けられています例えばニューヨーク州はビルの名前の由来となったエンパイアステートカリフォルニア州はゴールドラッシュが起こったことからゴールデンステートですそんな中アメリカ中西部に位置するミズーリ州のニックネームは一風変わっていますその名もショーミーステート日本語に訳すと 証拠を見せろの州ですなぜこんなニックネームが作られたかというと19世紀末頃に行われた海軍のパーティーである国会議員が話の途中で疑問に思うたびに「証拠を見せてくれないと信じられない」と相手に向かって叫んでいたそうです。その国会議員がミズーリ州出身であったことから次第に「ミズーリ州出身の人は疑り深い性格で何かあるたびに証拠を見せろと言ってくると いう話が伝わっていき証拠を見せろという言葉がミズーリシを指すスラングとなり結果それがニックネームとなったというわけですちなみに辞書にはフロムミズーリという慣用句が掲載されていて疑り深いという意味があると書かれています一人の国会議員のおかげでミズーリシに悪いイメージがついてしまうだなんていい迷惑でしかありませんね 実際のネズミ小僧は極悪人ネズミ小僧といえば武家屋敷だけに泥棒に入り人を殺さずお金だけを盗んでそしてそのお金は貧乏人の家に投げ込むという庶民のの味方のイメージが強いかもしれませんしかし実際のネズミ小僧はそんな良い人間ではなく極悪人だったと言われています生まれつきの博打好きだったネズミ小僧は 20代後半で親に感動されてからは、泥棒として10年以上にさまざまな屋敷に潜り込み、1万両ものお金を盗んでいますが、そのお金はすべて博打や酒、女に使っていて、庶民には一切配っていなかったそうです。ただ、10年以上捕まることがなかったため、伝説の泥棒として言い伝えられてはいました。その伝説に貧乏だった庶民の願望が乗っかったことで、 ネズミ小僧はお金を配っていたという噂が広がったようです。しかし、そんなネズミ小僧も36歳の時に捕まり、市中引き回しの上に処刑されてしまいました。もしかしたら、ネズミ小僧が金持ちの家から盗んでくれるということが庶民にとって爽快だったため、ヒーローのように扱われていたのかもしれません。そう考えると、たとえ極悪人のネズミ小僧であったとしても、 この処刑は残念な話だったことでしょう。徳島県に電車は走っていない日本全国を網羅している鉄道モノレールが走る沖縄県を除いた46都道府県には JR がすべて通っていますし大手をはじめとする私鉄も多くの地域をカバーしています。しかしかこれが電車となると、なる 実は47都道府県の中に唯一走っていないところがあります。それが徳島県です。でも徳島県にも JR は通っているし、鉄道が走っているではないかと思われるかもしれませんが、実は徳島で走っているのは電車ではなく汽車、正しくは機動車なのです。電車を走らせるには線路の上に電線をかける必要があり、 多くの都道府県は電線をかける工事を行って、汽車から電車へ移行していきました。しかし徳島県だけ電線をかける工事が行われず、いだに汽車が走っているわけです。なぜ徳島県だけ工事が行われなかったかというと、徳島を走る JR の高徳線のトンネルが、汽車が通れる最低限のスペースしかなく、電線を通すのが不可能だったからです。もし電線を通す場合は、 天井の拡張などの大規模な工事を行う必要があり。多大な費用もかかるため。財政難の J. R. 四国にとって非常に厳しいようです。ただ、以前から四国に新幹線が走るという計画が存在しているため。それが現実になると。四十七都道府県すべてに。電車が走るということになるでしょう。聞くトリビア。 いつもより眠くなる雑学ご案内は大橋敏夫でした